富良野観光物語。秋から冬へ、11月の富良野。11月初旬、北海道のほぼ中央に位置する中富良野町の北西山では、暖かな黄色に色づいたカラマツが秋の終わりを告げています。11月中旬、色を深めたカラマツが茶色い葉を落としています。どんよりとした灰色の空からは、冷たい雪が舞い散る日も多くなりました。11月下旬、一夜にして景色が変わってしまうほどの大雪が降りました。景色から色がなくなったような白と黒のモノトーンの世界に様変わりです。北西山の頂から望む中富良野町の町も白い雪に覆われました。富良野盆地が一面真っ白い雪に包まれています。日が暮れて暗くなるのも早くなりました。今の時刻は午後4時。夕方の4時を迎える頃には、太陽が西の空に沈んでいきます。西日に照らされ、十勝岳連峰の白い頂が、ほんのりピンク色に染まっています。日が暮れてくると、ぐっと寒さも増してきました。夜には、氷点下まで、気温が下がる日も増えています。気温が下がり、よく晴れた日の朝、草木の周りを覆う霧氷に出会えることがあります。これは草木についた空気中の水蒸気が凍りついたものです。太陽の光に照らされて輝いています。寒い朝に見られる魔法のような光景。とても神秘的に感じられます。11月も終わりに近づき、これからいよいよ雪と寒さに覆われた
富良野の長い冬が始まります。